あれ、まだマリサちゃん帰ってきてないの？まだサハラ砂漠にいるみたいだね。全く連絡が取れないんでどうなってるのかわからないんだけどね。でもさ、生命力は誰よりもありそうじゃない？大丈夫だと思うんだけどね。あの動物に対する愛情の深さは本当にすごいと思うわ。そうだね。あの精神力とモフモフへの情熱があればどこでも生きていけそうな気がするよね。でもそうなんとかされたら困るわ。ただでさえ広いサハラ砂漠に行ってるんだから、迷うのは当たり前として、砂に埋もれてないかも心配だよね。水とかどうしてんのかな？トトロの水筒だけ持って行ってたよ。全く無意味ね。なんか帰ってこれそうな気がしないわ。いや、帰ってきてもらわなきゃダメでしょ。そうよね。お金貸してるからね。はい。絶対に返してもらうわ。そこなの。あんたも少し貸してるでしょ。ちゃんとしてないと踏み倒されるよ。なんか踏み倒されたことがあるみたいな言い方だね。あるよ。うやむやにされた挙句、缶コーヒーで帳消しにされたよ。お金を借りてる。そうだったか。よく覚えてないな。あ、霊夢。お前ってほんと綺麗だよなぁ。とりあえず缶コーヒー飲むか。俺もお前みたいに綺麗になりたいぜ。急に綺麗、とか言うから動揺しちゃって、そんなこと言われたらもうそれ以上は言えないじゃん。それって、霊夢ちゃんがダメなんじゃないの？だけど今回は金額が大きいからね。絶対に回収するわ。ヨウムも頑張る。こんにちは、霊夢です。こんにちは、ヨウムです。もう何なのこれ、どうかわいいんですけど、ふわふわのモフモフじゃないの。あんた一人だから助かるわ。もう一人いたら収集がつかないもんね。いろいろと大変なんだね。お疲れ。他人事かよ。で、今日は何なの？今日はジーンズ特集だよ。ヨウム的にはジーンズじゃなくて、ジーパンの方がしっくりくるけどね。どっちでもいいんじゃないの？何言ってるの？全然良くないわ。え？昭和のキーワードの一つ、それがジーパンなの。伝説の刑事ドラマ、太陽に吠えろ、で松田優作演じる柴田純のあだ名が。ジーパン。ねえ、一つ聞きたいんだけど、なんで刑事なのにあだ名がジーパンなの？いつもジーパンを履いてたから。なるほど、でも今回はジーンズで統一するから。わかったよ。ジーンズって、もともとはコーフラの作業着として開発されたものなのね。へぇ。1873年、仕立て屋のヤコブ・デイビスがリーバイス社のキャンバス生地を使用し、通りベッドでポケットの両端を補強した作業用のズボンを販売したのが始まり。で、これが大好評。でも、リベットを使用したズボンというアイデアを守るために必要な特許出願費が当時のヤコブにとっては大金すぎて捻出できず、生地承認のリーバイスと出願費を折半。リーバイスは医療生産部門を立ち上げ、ヤコブをサンフランシスコに呼び、こうしてリーバイスブランドが始まったわけ。なるほどね。ちなみにこれが最初のオリジナルブルージーンズらしいわ。140年前のジーンズがちゃんと残ってるのがすごいね。1910年代、デニムのパンツに独自のサスペンダーストラップをつけようという面白いアイデアを考えた人がいてね。その結果、ダンガリーズ、別名オーバーオールが生まれたの。これって女性用に作られたものなの？この時代はまだ女性用のジーンズは作られてなかったので、男性のオフルということみたいだね。時代なんだろうね。この時代のジーンズは、ウエストの位置がかなり高く幅広で、カウボーイや農場労働者用に動きを妨げないような作りだったのね。そしてジーンズ姿の女性は、農場や牧場でしか見られなかったの。確かに、西部劇、カウボーイ、牧場といえばジーンズか革製品という気がするわ。ここで知っておきたいのが、なぜ作業着だったジーンズが市民権を得たのか、それはカウボーイの影響が大きいのね。へぇ。まあ、ざっくりと言うと。この当時、映画の中でカウボーイたちは人々の憧れの存在だったわけ。で、この時期世界恐慌という荒波に巻き込まれた牧場関係者が富裕層に牧場の観光ツアーを企画し、大当たりするのね。映画のポスターのように、ジーンズ姿のカウボーイのようになりきって休日を牧場で過ごしたの。そして、ここで初めて女性用ジーンズが作られたわけ。西部劇とかかっこいいもんね。わかるわ。1940年代を迎え、戦時下では女性が兵器工場などの作業員として男性の職場で働き始め、そこでの作業着としてジーンズが採用され、多くの女性がジーンズを履くことになり、徐々に普及していったのね。この頃でもまだ作業着的な感じなんだね。確かにまだ、普段着って感じじゃないわ。そして50年代に入ると若い世代に一気に広まっていったの。一つはハリウッド映画の影響ね。1953年の暴れ者でマーロン・ブランドが演じた不良役が大人気となり、劇中でマーロンが黒い革ジャンにブーツ、そしてジーンズを履いた格好でバイクを乗り回している姿に多くの若者たちが魅了されたのね。1955年、ジェームズ・ディーンは若者の苦悩を描いた傑作映画、理由なき反抗で、ブルージーンズ、白い T シャツ、レザージャケットという姿で彼独特の反抗心を表現。ジーンズとは関係ないけど、このポスター味があるわ。ヨウムちゃんに、ドストライクの昭和ポスターだもんね。そして極めつけはマリリン・モンローね。何？この可愛さは。モンローはファッションリーダー的な存在だったので、女性にも急速に浸透していったの。この時期って、そんな映画の影響もあってジーンズは体制への反発のシンボルと見られ、1950年代には学校で禁止されたのね。大人は自分の子供にジーンズを履かせようとはしなかったらしい。それが逆に若者にジーンズが広まっていったというわけ。わかるわ。いつの時代も若い世代は、力で押さえつけると余計に反発するものよね。
この時代の逸話をもう一つ、1951年、俳優で歌手のビング・クロスビーが、ジーンズを履いていたという理由で、カナダのホテルからチェックインを拒否されたの。ジーンズってそんな扱いされてたのね。最終的には、彼がビング・クロスビーだったから無事チェックインできたんだけど、リーバイスはこの話を聞いて、クロスビーのために特注のデニムタキシードを作ったのよ。それがこの画像ね。へぇ、これがデニムタキシードなんだ。もう、リーバイス社の意地だったと思うわ。デニムを絶対に認めさせてやる。って。なるほどね。この頃になるともう普段着として定着した感があるわね。へぇ、形がスリムタイプで、色もついてるんだ。この時代までに、ジーンズはファッションの世界で独自の地位を築くようになっていた。フリーサイズであらゆる場面に通用するようなパンツではなく、様々なデザインや色を選ぶことができるようになった。ということらしいわ。もう完全に受け入れられたということね。そうだね。60年代後半には、裾はワイドになり、ウエストは高いものが流行ったのね。で、1960年代後半、ビートニクの影響やベトナム反戦運動、公民権運動などの社会運動などを背景としたヒッピームーブメントがアメリカから起こる、ヒッピースタイルの象徴とも言うべきベルボトムジーンズのリーバイスルク46が発売され、売れに売れたのはこの時期ね。60年代後半から70年代前半はこのジーンズって感じだもんね。そしてもう一つ、ヒッピーのカウンターカルチャーは70年代前半には急速に終焉を迎えて、流れはパンクへと移行していくのね。破れたジーンズだ。それね、パンクムーブの中で、ジーンズは独自の進化を遂げていくの。ラモンズや、セックスピストルズ、テレビジョン、マルコム・マクラーレン、ビビアン・ウェストウッドなどの登場で、そのスタイルは確立されていったわけ。ヨウムも若い頃にやったわ。自分好みにカッターで削ったり、カットしたり、時間をかけてやっと仕上がったジーンズは、一度も履くことなくお母ちゃんに捨てられたわ。え？あんな穴だらけのズボン履いてたら笑われるから捨てたわよ。そう言って、勝ち誇ったお母ちゃんの顔が未だに忘れられないわ。それはお気の毒に。っていうか、あんたのお母ちゃんって誰よ。そこは触れてはいけない部分ね。そうですか。じゃあ、90年代に行くね。この時代のジーンズってあまりパッとしなかったのね。ハイウエストで、フロントは緩めでバックはきついという。そんな中、登場したのがこのジンコ。これでもかっていうくらいダボダボな幅広ジーンズ。ちょっと衝撃的よね。裾がだんだんと細くなってきたところへ、この形だからね。ガンダムでいうところの。トムね、無理に何かに例えなくていいから。この間、マリサちゃんから教えてもらったばっかりなのに。あんたたち、普段どんな話してんの？その時思いついたことね。そうですか。これを履きこなすのは相当ハードルが高いわ。これって、エスカレーターに乗れないんだよね。そう、裾が巻き込むからね。恐ろしいわ。2000年代、今度は股上が異常に浅くなっていくわけ。いわゆるローライズね。お尻が見えてる人もいたよね。そこも含めてローライズ。見られたくないなら履かなきゃいいだけ。意外にドライなのね。ちなみにこれ、ウルトラローライズって言うんだって。主役がジーンズなのかおパンツなのかそこがよくわからないんだけど。そうだね。この画像はハイライズとローライズ、どちらが美脚効果や足長効果があるかを比べたものね。こうなってくると好みの問題でしかないような。そうね。そして今の年代ね、ストレッチ素材の開発が進み、細くても伸縮性のあるスキニージーンズがトレンドに。とは言っても、多様化したジーンズの世界。もう、ローライズからハイライズ、幅もスキニーからワイド、裾丈もアンクル、クロップなど、いろんなバリエーションでジーンズを楽しめるっていうのが現状ね。なるほどね、たくさん種類があるもんね。あのさ、ちょっと質問があるんだけど。何？腰パンって呼ばれる履き方があるじゃない？こういうやつ。これはやりすぎだと思うけど、メーカーはこのスタイルに合わせたジーンズを作ってるわけよね。そうだね。決して、こんな人たち用ってわけじゃないよね。こんな人、多分いないと思うよ。それを聞いて安心したわ。そんなことを悩んでたの。腰パンっていう割には、どう見ても膝下パンにしか見えなかったもんだから、もしかして、腰の位置が低すぎる人用なのかと。なるほど。そういえば最近、アメリカで腰パン禁止令が出てる州があるみたいね。お尻に禁止マーク。その理由はこの画像を見ればわかるよ。もう、ジーンズを履かなくてもよくない？確かに、パンツ1枚の方がスッキリするかもね。なるほど、どう見てもただの変質者ね。アメリカ全土ってわけじゃないみたいだけど、今時こんな格好でうろついてたら捕まるわ。だよね。多様化しすぎたジーンズがこの先どこまで行くのか、それはそれで楽しみだね。霊夢ちゃん、ジーンズじゃないけど、こんな人がいたよ。ねえ、やっぱりいるんじゃない？そうね、なんとなく、そんな気がしてきたわ。膝下パン人間。おい、帰ってきたぜ。なんで普通に出てこれないの？普通に出てきても目立たないじゃん。言ってる意味がよくわからないわ。そんなことより俺をねぎらえ、サハラ砂漠を転げ回ってたんだぞ。お疲れ。もっと他に言葉があるだろう。お金は返してよね。業務も少し出してるんだからね。砂猫のために頑張った俺に対してそんな言葉はないんじゃないのか。あんた、踏み倒しそうだもんね。なかったことになんかしないでよね。おい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 、借りたお金を返すのは当たり前だろう。何を言ってるんだ、君たちは。お、どうした、二人とも。今日はすごく綺麗だぞ。無駄ね。通用しないわよ。俺はみんなの分も期待を背負い、サハラ砂漠まで行ってきたんだぞ。この対応はどうかと思うぜ。そうだよね。ごめんね。もう少し優しくするよ。お金を返済してくれたらね。全力で踏み倒す気ね。絶対にさせないわ。